だんだんどうも、カービィです。今回は夏野菜の種まきなんですけど、やってみよう、育苗シリーズです。はい。過去ね、まあ、ご家庭でもできる育苗のやり方として、簡易放棄というもの、これですね、使ったり、あと衣装ケース、透明なプラスチックの衣装ケース、収納ボックスですね、それ使ってやってみたりして、いずれも苗はできました。で、今年も新しく試してみようと思うのがあって、これです。一番簡単かもしれない、この、ね、ポリ袋。透明なポリ袋ですね。で、今回は70リットルのやつにしました。まあ、でかくてもいいんですけど、小さいとね、育苗するものが包めないんで、まあ、70リットルのやつだったらいけるかなと思いました。このポリ袋って結構厚みがあって、厚さのところ大事です。これは厚みがね、0.04 ミリ。一般的な、よく売られてる、ちょっと値段の安いポリ袋、0.02 ミリとかです。はい。で、ちなみにビニールマルチとかの厚みが確か 0.02 ミリとかなんで、結構薄いんですよ。だからこれが 0.04、0.05 ぐらいあったらかなり強いです。はい。まあ、薄くてもできるんですけど、破けやすくなるんでね、屋外に置くから。で、どういう風にやるかっていうと、まあ、この、最初はね、実はポリ袋、今回ね、この企画を実際やってみようと思ってて、で、最初はこれで思いついたんですよ。100均の U 字型支柱です。で、これに、この100均の U 字型支柱に、この透明のポリ袋をかぶせて、簡易保温室というか、トンネルですね。それを作って、その中に、この100均で買ってきたこの、なんだ、まあ、カゴに、育苗ポットを入れて、それを突っ込んでおくっていうのを考えたんですけど、いや、そんなめんどくさいことしなくても、これで詰めばいいんじゃないかっていうふうに思いついたんですよ。なので、一応まあ、支柱買ってきたんで、これで簡易トンネルも作りつつ、こいつで包むやり方もやってます。で、いつもまあ、毎年やってるこいつを使った育苗のやり方もやってみますと。ということで、今回はね、3つの比較ですね。これをやって、育苗していきます。で、使う種は、私がその販売もしました、夏野菜の種、トマト、ナス、ピーマンなどをここに巻いて、発芽テストしていきます。はい。私が育てる用の夏野菜の苗はもうすでにビニールハウスの中で、3月の3日に種まいて、それがね、発芽し始めました。一番早いやつでマイクロトマトが3月9日に芽が出ました。で、今見たら、今日3月13日ですね。なので種まきから投下して、スウィーティーチェリーとかね、ミニトマト系がね、ポコポコ芽を出し始めましたね。はい。だからこっから順調に出ていきますね。なので早ければ、まあ、1週間から10日でも芽が出始めるということが分かりましたね。うん。まあ、とりあえず2週間ぐらいは見ておけばいいんでね。3週間経って芽が出なかったら巻き直しをしましょう。はい。なので、この、今回紹介する、あるいは以前紹介した、この簡易保温器とか、まあ、しっかりとしたビニールハウスじゃなくて、こういう小さいものでやると、どうしても温度の変化が大きくなります。はい。それもあって、発芽するまでに時間がかかったり、その後の生育も、ちょっと遅くなる可能性があるので、少し、まあ、長めに期間を見て、育ててあげてください。だいたい3週間が目安です。はい。で、この簡易的な温室の場合は、やっぱり、ね、温度が上がりにくいので、3月の初めとか、もっと言うと2月の下旬とかだとね、まあ難しいんですよ。この愛知県西尾市ぐらいの気候で、だいたい3月中旬からやってちょうどいいぐらいです。はい。早ければいいってもんじゃないんですよ。温度が安定しないので。なので、こういったものを使って、簡単な温室で夏野菜育苗するんだったら3月の中旬以降が、まあ、やりやすいかなと思って今回動画を撮っております。はい。じゃあね、準備していきましょう。ポリ袋へ包む、あるいはポリ袋で作ったトンネルに入れるのはこういう感じでやります。はい。なんでこれもワンセットと、あとこっちの簡易保温器、これがセットでカーマさんで売ってるんですよ。これでね、550円とかのセットで売ってます。で、これにもポリポットをね、詰めていきます。で、セットの中にはポットは含まれていないので、ポリポットは別売りで買ってください。私のおすすめは9センチポットです。はい。じゃ、ちょっとね、土を入れていきます。で、使う土もこれ。よいしょ。これです。畑の土を焼いたものですね。で、この焼き土の作り方についてはまた今度動画で紹介します。私の場合その薪を使ってやるんですけど、ご家庭でもやりやすいようにするためにカセットコンロと、まあ、使わなくなったとかいらないような鍋とかを使ってやる焼き土の作り方なんかも紹介してみようと思いますし、実際これで土を焼くとどれだけ雑草が生えなくなるのかっていうことを、この後でね、ビニールハウスの中でも発芽しているトマトの芽なんかを紹介するときに、焼き土の効果も一緒に紹介しておきます。はい、じゃあ土を詰めるところからです。これはね、簡単なのでね、さらっと紹介したらもう飛ばしていきます、作業がね。こういう、これ、もう、なんか3年ぐらい、2年3年は使えますやつなんですけど、これを使います、9センチポットね。で、これを、
この土で結構便利です。これ、後で覆土するときにもこれね、便利なんで、よかったらこれも買ってみてください。これも川本さんで買ったやつです。だいたい、8分目ぐらい、このウォータースペースっていうね、水が溜まって染み込むスペースを残して入れます。ってなると、だいたい8分目ぐらいなんですよ。で、こういうポットって、この縦の島と横の島があって、横の島がだいたいその2センチぐらいのスペースになるんで、ここ、内側のこの横の線を目安に入れていきます。まあ、目印があるとね、土の量をね、統一しやすいので。このやつだと、9センチポットが、5個の6列綺麗に入ります。だから30個ぴったり入ります。で、この下、私はもう一気にやるんで、こっち、底面給水トレーに敷き詰めてやるんですけど、これだったら40個入ります。はい。はい、土入れて、札を立てました。準備ができました。これで今から種をまいていきます。こういうふうにね、竹で私の場合、名札も作ってます。じゃあ種まいていきます。で、丁寧にやる場合は器とピンセットがあるとやりやすいです。どうしても夏野菜の種、トマトのスピーマンは、ね、種が小さいんでね、まきにくいので、こういったものを使うと楽です。はい、まず鉢のところを平らにならしてピンセットを使う場合はね、これで、まあ、つまんで一粒ずつこう植えていきます。で、発芽率が心配、とにかくまず発芽させたい場合はもう一箇所に3粒ぐらいこうまとめてつまんでグッて置きます。種がいっぱいあるんだったら、このようにしてたくさん使っていけばいいんですよ。まず生えてこないと始まらないんで、で、私のおすすめとしては、こう、ピンセット使うんだったら、1箇所に2粒ずつぐらい埋め込むのを5箇所植えてます。1、2、3、4、5って感じ。こうしたら、ね、各5箇所から生えてくる可能性が高いし、この後鉢上げていって、土をこう分けて植え替えるっていう作業もしやすくなります。1箇所にまとまっちゃってると、その、まとまって生えてきた苗ってのはやっぱね、もう分けると根が傷んじゃうので、あんま良くないんですよ。まあ、そんな鉢上げしてまで増やさないんであれば、残すやつ以外、まびいちゃう。ハサミでちょん切って、残すやつだけ、大きくしていけばいいんですけど、私の場合これで、たくさん苗を作って、さらに鉢上げして増やすってやり方をしてるんで、とにかく発芽優先。生えてからの手間はちょっとかかるんですけど、そういう風にやってます。生えてからの手間を少なくしたいんだったら、一粒ずつ、まあ、3箇所か4箇所。例えばこう、一粒ずつ、1、2、3粒ぐらい。うん。種が少ない場合はこれでいいです。種が少ない場合とか、発芽した後の間引きの手間もちょっと減らしたいんであれば、一つのポットに3つぐらい巻いて、生えてきた中でいいやつを1個残して、そいつを大きくしていくと。そういうやり方でいいです。はい。まあ、とりあえず、とはいえね、この、さっきも言った通り、この簡易保温器っていうのはちょっとね、温度の上がり方が甘くて発芽率が悪い可能性があるので、その辺は、まあ、ちょっとね、多めに種をまくことでカバーするって感じですね。芽が出ないことにはね、始まらないんでね。で、これが丁寧にやるやり方で、私の場合こんな丁寧にやってないんですよ。もうめんどくさいのと種がたくさんあるので、違うやり方してます。はい、じゃあ、種がたくさんある場合、これタイラベンダーナスですね。このな、種まきなんですけど、これ器に取り出してからつまんで、一つまで多分30粒ぐらいあるんですよ。で、これをポットの中にパラパラとばらけるように巻きます。こうやってね。だから一つのポットに、まあ、20か30粒ぐらい種が巻かれるわけですね。ただこれもさっき言った通り、種と種が重なっちゃうと、この後生えてきたやつは鉢合いがしにくくなるので、なるべく間隔が離れるようにばらまきます。まあ、たくさん巻けば巻くほど生えてくる芽が本数が増えて、その後の鉢上げの時に、まあ鉢上げできる苗は増えるんだけど、手間やりにくくなる。絡み合っちゃうんでね。だからまあ、10粒くらいが一番やりやすいかなと思いますけどね。そんなにたくさん苗が必要ない、そんなにたくさん苗がいらないんであれば、10粒ずつくらい巻くのがいいんじゃないのかなと思います。私はとにかくたくさん作って植えていくんでね。で、こうやって、全部巻いたとします。このようにばらまいて。で、その後に、さっき土を入れるのに使ったこれですね。これ便利なんですよ。スコップと違って中に土をストックしておけるので、これで、まあ、袋が5ミリぐらいですね。種がしっかり隠れるぐらい。種を覆う土の基本は、種の大きさの2倍から3倍と言われてるんですけど、上路で水やりをした時に、表面の土が溶けて流れちゃうんですよ。なので、ちょっと厚めというか、まあ、1センチはさすがに厚いんですけれど、まあ、5ミリぐらい。かけてあげて、鎮圧してあげる。はい。このようにしていきます。このやり方で他のやつも種全部巻いて、準備をしていきます。はい、トマトのスピーマンの種、こんな感じで巻きました。はい。
はい。結構多めに撒いてるけど、種買ってくださった方とか、市販の種買う場合、こんなにいっぱい撒かない方がいいです。まあ、さっきも言ったって、私の場合とにかくたくさん苗をつくので、まず発芽させた後の手間を増やしてこういうやり方をしてるんですけど、そんなにそもそも苗がいらない場合は、もうこれで、一つのポットで一つを育て上げるイメージでいいので、一つのポットに3粒から5粒撒いて、で、それを間引いて育ててあげると。そうするだけで、そうした方が後の手間もあまりね、かからないし、その植え替えのダメージも少ないんで、その方がいいと思います。で、土の養分が足りなくなってきたら追肥をしてあげるという風にやるといいですよ。そうすればね、私が販売した種でも大体少なくとも30粒以上入っているので、それで、一つの品種で、5ポットから6ポットは作れる計算になりますからね。うん。かぼちゃとかきゅうりの種まきの仕方も一応説明しておきますね。さすがに売り買はですね、種が多くて発芽率がいいので、あと売ってる種とかもね、そんなたくさん入ってないんで、一つのポットに多くても2粒、多くても3粒ですね。植え方は、こう、とんがってるところから根っこが出てくるので、まあ、横に植えてもいいんですけど、あんま良くないのは、このとんがってるところは上を向くのだけは良くないです。横か、もしくは、このとんがってるところを下に向ける。こうやって植えてあげる。そうするとね、結構スムーズに出てきてくれますよ。よいしょ。はい。一つのポートに二粒ずつ植えていきましょうかね。深さは、まあ、種がしっかり隠れるぐらい。とはいえ、あんま深く埋めすぎても良くないんで、まあ、種が完全に隠れるぐらいで十分です。一応今ね、このとんがりを横に向けて差し込んで植えてます。こういう感じ。はい。キュウリもね、同じ植え方です。キュウリとカボチャ、あとマクワリももう巻きましたけど、これはね、発芽テスト、発芽率のチェックも兼ねてやるだけなので、本当はね、まだちょっと早いです。キュウリ、ウリ科の種巻きは3月下旬から4月上旬に行う方がいいです。多分ね、この中でウリ科が一番最初に出るんですよ。発芽しやすいから。発芽日数も少ないんで。ただ、発芽して成長が早い分、早く植え替えることになっちゃうので、そうするとね、まだ遅順は来るくらいに植えなきゃいけなくなるので、私はその、畑に保温設備とかつけたくないので、トンネルとかね、ホットキャップとかせずにやるので、だから、ウリ科の種まきは3月下旬から4月上旬まで待ってやっています。はい。はい、復土しました。で、最後ね、キュッキュッと土を押さえつけてください。鎮圧ですね。土に水をあげてから植えるっていうやり方もする人もいますけど、私はね、それやると、土が手についたり、あとピンセットについたりして、巻きにくくなので、土がある程度乾いている状態で種を撒いてから水やりをするようにしてます。はい。はい、それでは水をやって、それぞれ設置していきます。まず一番簡単なね、簡易保温器のやつからいきます。やっぱね、キットになって売ってるやつは楽ですね。もう蓋かぶせるだけだもん。はい。これに水をやります。で最初の水やり結構たっぷりめにやります。しっかりとウォータースペースに水が溜まって引いていくぐらいまで水をあげます。イメージとしては上からあげた水が下から抜けてくらいの気持ちですね。ムラなくあげる。で水やりの時もこういう大きい雫が落ちて、それが土に当たるとそれで地表面をね、デコボコにしちゃうので、そうならないようにあげてください。だからね、上路の特にこのハスの実っていうんだったかな、先端のここ大事です。ここがある程度いいやつじゃないと細かい水流で出てこないんでね。はい。でちょっとね、まだまだ足りないようだったらもう一回軽く上げる。水の浸透が遅いようだったら何回かに分けて上げてもいいですよ。はい。でこれで土の表面が白く乾燥しないようにします。水の上げすぎは逆効果になります。水を上げると温度が下がってしまうので、とにかく温度を20度から30度、できれば35度ぐらいですね。20度から30度ぐらいで安定させると発芽しやすいです。とはいえそこまで、それはベストなので、まあ、とりあえず10度から上は35度、なんなら40度ぐらいでまで大丈夫ですけれど、だいたい10度から35度ぐらいの間に収まれば OK です。ちなみにですね、今ハウスの中にずっと温度計さして、このポットの温度を下がってるんですけど、だいたい朝で15度で、日中は35度ぐらいまで上がってる感じです。はい。で簡易保温器はこれでかぶせておきます。でこの簡易保温器はね、そのちょっと風で飛びやすい場合は端っこをテープなどで留めておくといいです。上に重しをかけちゃうとね、日陰になっちゃうかもしれないんでね。続いて次に楽ちんなやり方ね、ポリ袋で囲うやり方します。これ高さがある方がやりやすいんで、こいつでやります、ね、
で、上を縛ってもいいんですけど、どうかな、軽く縛って。で、これどうか。はい、こうしておきましょう。空気穴開けてもいいんだけど、とりあえずこれで様子を見てみます。で、最後にこれ使って、トンネル作りますね。これは横から差しやすいやつなのかな。こっちの方が入れやすいな。よし。はい、刺しただけ。で、ここに、ビニール袋かぶせるんだけど、どうやって止めておこうかな。普通にピンで止めようかな。まあ、風が強いんで、風で飛ばない工夫はね、しっかりしなきゃいけないですね。これでいくか。これだけだと飛んじゃうんで、ちょっとピンを持ってきますね。それか、なんかブロックここ。まあ、止め方はいろいろありますけれど、ブロックでやるのが多分、取ったり、設置したりが楽なんで、これで置いときます。今日は風で飛ばなければそれでいいです。この中に風がね、含まなきゃようになってばいいですね。よし。これでいいかな。まあ、できればこっち側にも置いてあげるといいんですけどね。はい、これで出来上がり。3つ比較します。まあ、これ密封されるかどうかね。ちなみに今ね、これ温度計さしてて、今土の温度は20度です。だから今日はもう日が陰ってきてるから、温度上がらないかもしれないけど、これで明日また温度見るというかね、また経過観察で温度がどれぐらい上がるかをね、温度計さして測ってみようと思います。ハウスの中はね、扉ちょっと開けてたけど、土の温度は30度。理想的な温度でした。夜間20度、日中30度ぐらいがベストですね。はい。じゃあ、これで、あとは、まあ、土が乾燥しないように、水やりをして観察していって、まあ、2週間から3週間様子を見ていきます。で、その途中経過もね、また動画にしてアップしようと思いますので、よかったらまた見ていてください。では、今回もね、ここまで見てくださりありがとうございました。それでは、失礼します。これでできたら楽なんだけどね、袋の中に入れちゃうとね、入れれば、その土とかもね、漏れ出さずに済むから、ベランダでやるにもこれがね、楽でいいかもしれない。はい、現在ハウスの中ですね。これ、ハウスの中大体30度ぐらい。ここ入り口付近にちょっと温度上がりにくいんだけどね。で、地面の温度も測ってて、ハウス内の地面の温度は22度です。朝方ね、10度前後、10度ぐらいまでね、ちょっと下がってるんですけど、この、今ね、外の地面の温度を見ると、外の地面の温度は15度ぐらいか。最近は暖かいですね。ちょっと前まではね、外の土温度は5度から10度で、ハウスの中でもね、10度ちょい超えるぐらいだったんですけど、今日は暖かいね。今日22度まで上がってるからね。これ突き刺してます。はい。んで、こっちが、種まいてるところで、こんな状態ですね。ざっと見て。一番よく発芽してるのはこれマイクロトマトですね。発芽してます。これがね、3月9日に生えてきたんで、6日で発芽始まって、今もうほぼ全部出てるんじゃないかなってくらいです。ああいう風に種ばらまくと、こうやってね、たくさん出ちゃうんですよ。なので間引きもしにくいんでね。で、マイクロレッドも出てきてる。これは雑草の種だね。で、これざっと見てね、雑草の種全然生えてないでしょ。あ、雑草の芽全然出てないでしょ。で、今日確認して出てきたのがスイーティーチェリーです、これね。はい。あ、レッドペアトマトも出てますね。レッドペアのここ、これ。で、パープルローズも出てきてる。この辺全部ミニトマトです。で、クリームイエローっていうミニトマト、中玉トマトですね。これも出てますね。あ、アロイトマト出てきたね。ここ。1個だけ出てる。これ見えるかな。アロイトマトも1本出てますね。だから、早いやつで大玉、中玉ミニトマトが種まきから、10日で発芽してます。でさっきも言った通り、ハウス内の土の温度は、だいたいね、15度から35度ぐらいの間で上下してますね。うん。焼き通常効果バッチリ出てますね。だいたい雑草の方が発芽しやすいので、野菜が発芽する前に出ちゃうんですよ。これ市販の種で植えたステラミニトマトも出てますね。新長崎長菜様だかな。うん。あ、タイラベンダーナス。ナスの中でね、唯一発芽し始めたのはこいつですね。やっぱちっちゃい実の方がね、発芽しやすいですね。
あ、これね、上路の水で種が出てきちゃったやつね。これ良くないんですよ。ちゃんと埋めてあげないか。で、土がね、その溶けてべちゃーってなっちゃうと良くないんで、そうならないような土がいいんですけどね。よしよし。とりあえず今で出てるのはほぼミニトマト、ほぼトマト系のみですね。で、対ラベンダーナスが唯一ナスの中で出てきたぐらいです。はい。やっぱりね、トマトは発芽が早くて、ナスピーマンは遅い。遅れてくるんでね。まあ多分こっから生えてくるとは思うんですけどね。引き続き経過観察していきます。暑いね。はい。ということで今日終わりです。お疲れ様でした。さつまいも出てきてくれないかな。そう、畑の地はこうやって普通にね、雑草の種が出てきちゃうんですよ。何も焼いてないと思う。